常磐観光船。常磐観光船は、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線のうち、東京都足立区の綾瀬駅から、茨城県取出市の取出駅までの複々線区間において、各駅停車の電車が運行される線路、観光船の故障である。駅ナンバリングで使われる路線記号は JL。案内状の故障は、一般には、常磐線各駅停車、 常磐線、各駅停車が使われている。運賃の扱いの都合上、JR では、東京地下鉄、東京メトロが管轄する北千住駅や野生駅間を、含めた北千住取手出駅間を、常磐観光線の区間として案内している。東京地区の電車特定区間、E 電の運転系統の一つである。東京メトロ千代田線と直通運転を行い、 東京都心と千葉県北部の松戸、柏、岸、安美子地区及び茨城県南部の取り手の各都市を各駅停車で決でいる。また、一部電車は千代田線を経由し、小田急電鉄小田原線、多摩線まで直通している。JR の前身である日本国有鉄道、国鉄の時代、通勤客の増大に伴い、列車の混雑緩和及びターミナルである上野駅、 日暮里駅の混雑緩和を目的として、通勤後方面作戦の一環として、北千住駅阿弥子駅間の複々線化が1971年、昭和46年に行われ、同時に、それまで、各駅停車として、上野駅取りで駅間を運転していた電車の、環急分離が行われた。以降、線路の通称として、各駅停車が走行する線路が、常磐観光線。 新設された快速電車と鳥電北直通の列車が走行する線路が常磐快速線と呼ばれるようになった。この環球分離により、各駅停車は、帝都高速度交通営団、営団地下鉄、現、東京地下鉄千代田線と直通運転を行う、現在の形態となった、後日その後1982年、昭和57年に、観光線が、 鳥リ駅まで延伸され、現在の形態となっている。一部の駅にのみホームがある快速線に対して、観光線は全駅にホームがあり、運転される電車もすべて各駅停車である。ダイアグラム、運行システム、車両は直通する千代田線と一体化したものである。常磐快速線との渡り線は、松戸駅、阿鼻子駅付近に設置されているが、 保安システムが異なるため観光線と快速線の直通運転を行う定期列車は設定されていない東京の JR の放射路線としては唯一都心山手線に至らない系統であるため千代田線の北千住駅西日暮里駅間を経由し JR 線に乗り継ぐ場合に通過連絡運輸の特例も設定されている後日 2004年以前は小田急電鉄が JR の一斉改正日でない日にダイヤ改正を行っていたため、これに伴って JR 東日本のダイヤ改正時以外にも運行時刻の変更が行われることがままあった。ただ、運用や行き先の変更が主で、船内での時刻変更は基本的にない。なお、 2006年以降は JR と同日に改正を実施するようになっている。全線にわたって踏切のない武蔵野線、京葉線を除くと首都圏の電車特定区間で唯一踏切が存在しない系統路線である根岸線は京浜東北線や横浜線と系統的に一体なのでここでは除外。もともと常磐線は 上野取出間の各駅に停車する国電、近距離電車と使用駅のみ、停車の中距離列車や急行、特急などが同じ線路を走行していた。当時は中、長距離輸送を担う列車に対して地域輸送を担う電車、国電は停車駅も異なり住み分けが明確であった。過去には一部の国電が上野、東京経由で有楽町まで乗り入れていたことあった。 山手線京浜東北線分離工事時の暫定措置。なお、常磐線の線路にホームのないウグイス駅は通過していた。一方、高度成長期を迎えるとともに、沿線のベッドタウン化が進んで人口が急増し、常磐線の混雑率も非常に高くなったものの、各種列車が同一線路上を走行していることによって、さらなる増発が困になったため、いわゆる 通勤後方面作戦の一環として福々戦果を実施することになった。1962年に発表された運輸大臣の諮問機関都市交通審議会の答申では北千住松戸間について東京8号線、後の9号線が計画されていた。このため国鉄はこのルートの終点を取手まで延長する形で国鉄線を線増し観光線を 地下鉄千代田線と直通運転させる形で、複々線化を実施することとした。また当時、北千住綾瀬間は、国鉄の路線であったが、複々線化、千代田線との乗り入れに際して、建設費用を抑えたい国鉄と、足立区内に設置する、車庫、現、綾瀬県舎への改装ルートを確保した営団の、思惑が一致し、北千住駅綾瀬駅間の観光線を、営団保有にして、 福福線化と千代田線との直通運転が同時に行われることとなった。ただし、運賃計算上は、北千住駅綾瀬駅間は従来通り、国鉄線運賃として計算される特例が設けられた。また福福線化に際し、従来の国電近距離電車を各駅停車と快速の2種別になし、各駅停車を観光線に、快速を日暮里、 上の方面へと向かう快速線に振り分けることとした。また、福々線各区間から外れた、中距離列車通過駅の三河島駅、南千住駅、天王台駅、福々線下と同時に、開業には、東京近郊輸送を担う快速のみが停車し、快速線のホームは、福々線区間の両端の北千住駅、阿孫子駅と、車両基地のある松戸駅にのみ設けられることになった。 この結果、快速通過駅の利用客は乗り換えなしで、日暮里駅や上野駅まで行けなくなため、不便を解消するために、A 段、国鉄の双方に乗り換え駅として、西日暮里駅を新設するとともに、同駅を経由する通過連絡運輸の特例が設けられることとなった。工事予算と地下鉄千代田線への旅客の転換見込み、並びに貨物列車の運行や当時建設中であった。 国鉄武蔵野線との接続方法等について、検討された結果、環球乗り換え利便性の高い方向、別複々線での建設が見送られ、他の首都圏国鉄主要路線と同様の線路、別複複線となった。このため、安孫湖駅、柏駅、松戸駅、北千住駅等での各駅停車と、快速等の乗りへでは階段を使用して、ホーム間を移動することになった。 福福線化の前後では、運転種別や、停車駅が、以下の表のように変遷している。1965年、昭和40年2月、綾瀬阿鼻子間、23.6km の福福線造船の工事が、第一期工事として開始された。北千住綾瀬間の造船は、A 段が千代田線の新設工事として、若干先行していったが、その完成後に、 東武線との交差部から A 団が1968年、昭和43年2月1日に完成させた、綾瀬駅間の線路及び駅設備借り受け、複々線開通まで、常磐線全列車が暫定的に使用した。これは、常磐線の高架化に採取工事用地の取得が困難なための処置であった。工事は主に、東京側から順次進められ、1971年、 昭和46年3月1日、綾瀬金町間の複々線が暫定で開通し、国電と優等列車、貨物列車の分離が行われた。続いて、同年3月10日には、金町北、柏間が暫定で開通。4月1日に、北柏阿鼻子間が開通し、複々線の工事は完了した。4月19日に、阿美子駅で、 常磐線複々線管制宿舎式が行われ、アビコアやセカンで複々線工事管制宿が電車が乗客を乗せ運行された。1971年昭和46年4月20日に複々線舎と観光線の千代田線乗り入れが開始された。国鉄は当時まだ休憩電車が多く運行されていた景品、東北線向けに百三系を捻出する必要性から、 重量編成で運行されていたエメラルドグリーンの103系電車を快速電車に転用する際2両減車して8両編成とした。これは複々線化により輸送力が上がっていることと快速通過駅利用客が地下鉄への直通運転によりそのまま都心へ向かうことを念頭に置いたものであった。しかし当時は国鉄の運賃の方が安く北千住西日暮里間を 千代田線経由で乗車して、山手線に乗り換える場合や、地下鉄経由で都心へ向かう場合の合算運賃が割高となるケースが多く、地下鉄路線網も整備途上であったため、利用者の多くは、松戸駅や北千住駅での乗り換えを選んだことで、回電車は大混雑した。このため、この直通運転、複々線化は新聞などで、迷惑乗り入れと球断される事態に発展した。 これに対し国鉄は、千代田線乗り入れ開始とともに、常磐線での営業運転を終わり終わるはずであった、旧系の72系電車を使用して、臨時の快速電車を設定して輸送力を増強し、その地間用の103系が装備されるまでの約1年間を、しのいだ。また、1972年10月には、快速用103系が再び重量編成に、増結され、 松戸駅乗り換えによる混雑の要因の一つでもあった、快速通過駅とされた柏駅についても、快速線にホームが新設された。複々線化開業直前、綾瀬など東京都内の快速通過駅では、上野駅際に乗り換えを強いられることや運賃が割高になることを理由に複々線化に不満を抱く利用者がいた。そのため開業後には、 千代田線常磐線どちらを経由しても、運賃を同じにし、綾瀬駅への快速停車、または上野駅電車の復活を求める抗議集会が開かれた。1970年代後半に入ると、藤代駅土浦駅間の交流電化区間まで、ベッドタウン化が進行したことから、輸送力増強のため近郊系電車としては、 初のオールロングシート車となる4 1 5系5 0 0番台が投入さた。当時の中距離列車は、データイムで1時間に1本、夕方のラッシュ時でも2本程度だったのが、国際科学技術博覧会、筑波科学万博開催直前の1985年、昭和60年3月の改正で大増発され、編成も最長15両となった。1987年12月には、 103系の快速電車も通勤系電車としては初めて15両編成化された。一方、複々線化と相互乗り入れによる影響は、A 団の労働組合、日本私鉄労働組合総連合会によるストライキ時にも顕著に現れた。ストライキが発生すると、綾瀬駅北千住駅間は、A 団の路線であることから、電車の運行ができなくなるため、やむを得ず、 綾瀬駅松戸駅間隔駅の乗客は松戸駅まで一旦戻って上の方面へ向かうようできるように定期券利用者には特例を設けて対処した。しかし前述のように松戸駅自体がもともと混雑していたため同駅はパニック状態に陥り長蛇の列が駅の外にまでできる事態に発展した。また、相互乗り入れに使用されている車両も運行に影響を 与えていた。栄岸地下鉄は、千代田専用開業当初は抵抗制御の5000系を投入したものの、1971年、昭和46年4月20日に国鉄との相互利入れ替えしから、世界初の電力回正ブレーキ付け電気し、直波制御車となる6000系を投入し、トンネル内の発熱抑制と省電力化を図っていた。しかし国鉄は、 既存の通勤路線向けに大量増備していた103系の仕様を一部変えた千万台を投入、抵抗制御の国鉄車は抵抗機から大量の熱をトンネルや駅構内に排出することになった。駅間距離が比較的長く近く間で高速走行する千代田線では特に単線シールドトンネル内での空気流動が少なく抵抗機の冷却が十分にできなかったため、103系は 故障型発止一時は運行ダイヤにまで影響を及ぼすことがあった。省電力の観点でも、相互乗り入れの車両使用量の生産は通常、乗り入れ距離で相殺するのが慣例であったが、営団車と国鉄車とでは、電力消費量が異なるとの会計検査員からの指摘を受け、営団は国鉄に対し、電気代の分を加算して請求することになった。1981年、団は、 千代田線用5000系を北綾瀬支線を除く地下線から一掃し6000系に統一した。国鉄は英団からの要望もあって翌1982年昭和57年から電気市直波制御の203系を投入開始1986年までに置き換えが完了し国鉄車に関しては問題が解決することになった。 1982年に、阿鼻子駅取り出駅間の複々線化が完成した際には、当初は途中の天皇台駅を快速通過駅に変更する予定であった。しかし北柏、南柏といった快速通過駅の不便さから、地元から通過反対のが強くなった。また、1982年に NEC 阿ビコ事業場が開設されることが決定し、朝夕を中心に、 大量の通勤客の発生することが予想された。最終的に同駅は快速停車駅として残ることになり、朝夕の混雑時間帯のみ観光線電車を運行することにした。以上のように、常磐線関係の輸送改善計画はスムーズにいかないことが多く、常磐線は疑問と揶揄されることがあった。常磐線の運転系統が複雑になっている一因に、 茨城県石岡市柿岡の気象庁知事機関測所の存在がある。鳥出駅北の直流電化は現時点では課題が多く、中距離列車と通勤電車、快速電車の車両等ができていない。このため民営化後になって、快速線に高直流用の通勤系である e 五百一系電車、上野口での運用終了、後に e 五百三十一系電車を投入するなどの施策を、 打った。なお、西日暮里経由の割高運賃問題だが、スイカとパスモの相互利用開始に伴い、IC 乗車券を利用した際に、従前の連絡乗車券を購入した場合よりも安くなるケースが発生する一方、逆に高くなるケースも発生している。詳細は千代田線北千住西日暮里間を経由する場合の特例を参照のこと。 近年まで指摘されてきた問題点は改善の傾向にあり、例えば運転本数が十分とは言えない状況から、亀有駅、金町駅が所在する葛飾区議会では、列車の増発要求がしばしば議題に上っていた点に、ついは2014年3月のダイヤ改正で日中の増発が実施された。また、 かつて金町松戸間の江戸川橋梁が台風や爆弾低気圧などによる強風の影響でしばしば規制を受けることがあったがこれについても防風策の設置工事が2015年3月に完成し以降規制を受けることが大幅に減った早朝から朝方夕方から夜と深夜の主に出入庫に伴う一部の船内運転電車を除き ほぼすべての電車が東京メトロ千代田線に、さらに一部の電車は小田急小田原線伊勢原駅、小田原線京ゆ多摩線、唐木田駅まで直通運転する。実態としては千代田線とほぼ一体化した運転系統を形成している。常磐線南千住駅、三河島駅、日暮里駅、上野駅方面へは乗り入れないので、 途中の快速停車駅もしくは北千住駅での乗り換えが必要となる。阿鼻子駅取出機関は朝夕の時間帯のみ運行されている。朝夕にはこの他に松戸駅、柏駅発着の電車もある。これ以外はほとんどが阿鼻子駅綾瀬駅、千代田線代々木上原駅間で運転されている。日中の運行がない阿鼻子駅取出駅間は新生車両の試運転や 訓練などに供されることがあり、過去には9 0 1系や松戸車両センター所属の e 2 3 1系、e 2 3 3系2 0 0 0番台の試運転が実施されいる。2013年12月7日8日、2014年11月8日9日には、快速線の利根川橋梁改良工事に伴い、阿ビコ駅取りで駅間で観光線の増発、延長運転が行われた。 信号システムは ATC で東京メトロ千代田線と同一のシステムを用いている車内信号式。快速線は ATSP。なお JR 東日本保有車両は小田急小田原線、多摩線と直通運転ができなかった。これは JR 車は小田急の ATS、DATSP と列車無線を搭載していなかったためである。小田急保有車両も同様に 綾瀬園 JR 線と直通運転ができないため、3線にまたがっての直通運転ができるのは、東京地下鉄保有車両のみであった。2013年4月から JR、小田急とも車両工事を実施し、2016年3月26日のダイヤ改正から相互に3車直通を開始した。小田急線直通電車は、小田急線内では、各駅停車、準急。 通勤準急、平日朝の小田急線発のみ、急行の4種類があり、常磐線上り千代田線 A 線は、綾瀬から小田急線内での種別を表示するが、常磐線内では、各駅停車 e 2 3 3系2 0 0 0番台、小田急4000型は、エメラルドグリーン、東京メトロ1 6 0 0 0系は白表示となる。また、A 線の千代田線内着の電車び、 B、e、線の電車は、千代田線内では、ルカラー LED の方向膜を備えた車両では、青字の各駅停車の種別表示を行う。小田急線から千代田線上番観光線へ直通する電車は、千代田線上番線内は、各駅停車のため、東北沢駅を発車、または通過後に種別を、青字の各駅停車に変えて、各駅停車からの直通の場合は変更せず、運転する。 常磐線下り電車は、綾瀬駅から線内用の各駅停車の表示に変更し終点は運転する。なお、209系1000番台は、行き先との切り替えで対応しており、東京メトロ6000系は、種別を表示しない。平日は、朝夕ラッシュ時が、約2から4分間隔、日中時間帯が1時間に6本、10分間隔、代々木上原駅発着と、 小田急直通準急が交互に3本ずつで運行されている。土曜、休日は朝夕が5から10分間隔、日中時間帯が平日同様1時間に6本、10分間隔、全列車小田急直通準急で、成城学園前駅発着と向こうが丘遊園駅発着が交互に3本ずつで運行されている。区間列車の影響などにより、 それを含まない区間での間隔は多少前後がある。特に、阿鼻コ駅柏駅間では、朝や夕方の時間帯でも昼間以上に間隔が開く部分がある。時間帯によっては、平日と土休日では、形態が大きく異なる。平日朝は9時台には、本数が落ち着くのに対し土休日は10時台まで6分間隔での運転がある。また、夕方以降のピークは、 平日が18から19時台であるのに対し、土休日は16から17時台である。夜間に至っては、土休日の本数は、平日の半分程度である。上りは、千代田線、町屋方面直通終了後の電車は、北千住駅1本と、松戸駅が2本、いずれも毎日阿ビコ発の3本しかなく、松戸駅の1本目と2本目の間は40分以上、開いている。 日中は長らく12分間隔での運転が続いてきたが、2014年3月15日のダイヤ改正で10分間隔に増発された。所要時間は、鳥出駅柏駅間が約12分、柏駅松戸駅間が約14分、松戸駅北千住駅間が約12分、松戸駅綾瀬駅間は約8分であり、快速と比較して、 柏駅松戸駅間で約6分、松戸駅北千住駅間で約4分ほど時間を要する。鳥出駅柏駅間は快速を利用した場合でも大差はない。以下に示す車両はすべて片側4扉重量編成の電車である。すべて松戸車両センターに所属。車体にエメラルドグリーン、一式の帯が巻かれている。東京地下鉄、綾瀬県尺所属。 小田急電鉄、北見建区所属。なお、2016年3月26日のダイヤ改正まで、常磐線、千代田線、小田急線の3社、直通電車は、東京地下鉄の車両が限定使用されており、小田急の車両は、JR 線には乗り入れず、また JR の車両は、小田急線には乗り入れなかった。これは、JR と小田急の車両は、 他方の列車無線に対応していなかったためである。ただし、小田急については、地下鉄直通対応車両に JR 無線の準備時がなされている。このため、JR と小田急の車両に対して、3車間直通運転を可能にするための対応工事を2013年から実施し、2016年3月26日のダイヤ改正で乗り入れを開始した。詳しくは、 東京メトロ千代田線常磐線と小田急線との相互乗り入れを参照のこと。マイライン、東京時刻表、交通新聞社の常磐線各駅停車千代田線の時刻表における列車番号欄で、末尾の K は JR 車、S はメトロ車、E は小田急車を表している。小田急線内は直通車でも、小田急独自の列車番号が割り当てられている。 三社間の走行距離調整の関係上、JR 車は、千代田線内及び千代田線小田急線で、また小田急車は、常磐線千代田線で、それぞれ完結する運用を組まれている。なお2016年3月26日改正ダイヤでは、JR 車の一本が、綾瀬車両基地、一本が唐木田でそれぞれ運用終了、夜間留置となる。 外泊運用が組まれ、逆にメトロ車の一本が、松戸車両センター、本所で、小田急車の一本が、松戸車両センター、阿孫子発出所で、それぞれ運用終了、夜間留置となる、外泊運用が組まれている。2006年、平成18年5月15日より、女性専用車両が導入された。平日七時十分から九時三十分までに、綾瀬駅を発車する列車で、 代々木上原よりの一番前の車両、一号車に設定されている。千代田線内代々木上原駅まで、実施、9時30分をもって一斉に終了となる。JR 東日本では、最強線、中央線快速に次ぐ3例目の導入であった。また、一号車に設定されているのは、前年5月より導入していた、小田急線に合わせたものとみられる。 千代田線内では両方向で導入ている。ただ、千代田線内の19駅中13駅が、この1号車付近に出入り口や乗り換え口への通路がある。北千住駅綾瀬駅間は、東京地下鉄の管轄区間であるが、前後の JR 線区間とまたがって利用する場合は、JR の利用区間とみなす、運賃計算の特例がある。亀有駅取出駅間の各駅と、 山手線内閣駅及び、近傍の駅との間を、千代田線の北千住西日暮里間を経由して、乗車する場合には、運賃計算の特例、通貨連絡運輸が適用される。連絡乗車券を購入する場合と IC 乗車券を使用する場合では、計算方法や適用範囲が異なる上、どちらの方法が安いかについても駅によって異なるという二重運賃状態となっている。 2007年のサービス開始以来、連絡乗車券の発売範囲内の駅では IC 乗車券を利用した方が安くなる駅にマークを入れた路線図式運賃表を別に掲載していた券売機の横に小さく掲出されている。これについて2013年4月の衆議院消費者問題特別委員会で周知が不十分であるとの指摘がなされ、国土交通省は改善を指示した。 2014年4月以降は、券売機の横に連絡乗車券を購入する場合の、運賃と IC 運賃が併記されたものを、掲出している。連絡乗車券の場合は、東京メトロ千代田線を挟んだ、前後の JR 線区間の営業キロを通算する、通貨連絡運輸の特例が適用される。券売機で IC カードを使用することも可能となっている。 南柏から池袋まで、経由、北、千住、東京メトロ千代田線西日暮里、菅も乗車券の発売範囲、2007年3月18日の首都圏、IC カード総合利用サービス開始に伴い、パスも追加で、利用の際は、北、千住までの JR 運賃と西日暮里園の JR 運賃の個別のガス3 0から100円を差し引く方式を採用している。 運賃は、西日暮里の改札を通った時点で西日暮里までの運賃が差し引かれ、乗り継いだ JR 線の特例適用範囲内で下車した場合に、西日暮里から下車駅までの運賃から100円引いた額を差し引く。この特例が適用される場合は、金町駅、亀有駅西日暮里間相互発着に適用される、乗り継ぎ割引が適用されない割引の重複になるため、 上記連絡乗車券の場合と同様の経路で考えるととなり合計額621円から100円を引いた521円が IC 乗車券使用時の運賃となる特例の適用範囲 IC カードを利用して南千住園、三河島方面、亀有園、金町方面から東中野園、大久保方面、高円寺園、阿佐ヶ谷方面あるいは船橋園 東船橋方面、下尾佐中山2苑、本八幡面、船橋方店苑、市川大野方面、南船橋苑、二俣新町方面、新奈良市の方面、市川塩浜園、新浦安方面、二俣新町方面など、他社線を経由して、JR 線、共用駅を除くの駅間を途中改めを通らずに乗車する場合、 千代田線東西線経由の方が停電である場合であっても全線 JR 線乗車と扱われる。なお、西船橋駅には JR 線と東京地下鉄、東洋高速鉄道の連絡通路に自動改札機が設置されたものの経路の判別方法についてはほとんど変更されていない。したがって西船橋経由の方が安い経路を乗車する場合には 同駅の改札通過にかかわらず、西船橋駅経由の運賃が適用される。旅客案内で使用される、本系統のラインカラーは、基本的には緑であるが、快速電車と同一であるため、区別のために異なる色を使うことがある。東京近郊路線図、現在の路線ネットワークでは、快速電車が緑、各駅停車が地下鉄千代田線。 東西線など地下鉄直通に使用しているグレーであり、これは快速線の E231 系電車に掲出している停車駅案内と同じである E531 系電車はこの配色ではないが、観光線の車両203系、207系900番台、209系1000番台ではこれが逆になっている。なお、近年は快速電車のカラーとして 黄緑を使用し、各駅停車のカラーに緑を使用しているものもある。E233 系2000番台の LCD 上の案内などで採用されている。車両の塗装は金属色の車体にエメラルドグリーンのラインとなっているが、快速線向けの E231 系電車とは違い、観光線向けの車両、209系1000番台。 e 2 3 3系2 0 0 0番台については、マクイタブにはこの色のラインは入っていない。常磐線各駅停車は、地下鉄千代田線との直通運転により一体的に運用されているため、各駅停車は地下鉄区間と合わせて千代田線と呼ばれる場合がある。市販されている地図にも千代田線と表記したものがあるほか、不動産物件にも千代田線北松戸駅。 地下鉄千代田線北柏駅等の案内がある。不動産ポータルサイトなどでは、JR 千代田、常磐観光線などの表記も参見される。綾瀬駅取りで駅間の観光線のもの、2017年度の朝ラッシュ時再混雑区間、亀有綾瀬間の混雑率は154%で、ある。常磐線が複々線化された1970年代は、輸送人員が、 増加傾向にあり、1974年度から約30年ほどは、ラッシュ時の混雑率が200%を超えていた。特に、ピーク時の1992年度には249%を記録するほどの深刻な混雑を記録した。その後は、輸送人員が減少しているが、2005年度に、道路線と並行する形で、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開けすると、 輸送人員はさらに減少した。道路線の開業から10年ほど経過しても減少傾向が続き、2015年度に160%を下回った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。